1週間どうしました？お二人は。あ、ネイル変えたやん、うん、そう変えたんです。あ、ほんまやん、ピカピカやん、めっちゃ綺麗でしょ。ちょっと見しといたってこうやって、うん、どうどうえどう、あ、うっうっ、理由変えたんやん。変えたんです。うん、神さん、神さんどう？もうね、もらってるんです。もうもらった、うん、もういいね、もらった。すっごいナチュラルにもらったんです。もらったん、何をもらったん？褒め言葉。褒め言葉を、うん、そう、さすが神尾さん。むしろ本人が言う前に気づかないと。あー、なるほど。いや、気づいてましたよ、僕。じゃあ言うよ。え、言わなあかんの？何それ、社交、あ、社交じゃない。え、いや、違う違う違う。どういうことだ？え、あ、撮影のためにそうですよ、やってくれたのから。ほんまに映らへんのに。見えない、チラッと映った時の。そう、チラッと映るでしょ。あー、そっかそっか、うん、ありがとうございます。なんで俺や。これから七藤さんに請求しよう。請求しよう、七藤で回ってもう、あの、うちの会社名でやってる。褒め言葉いただいてんの？いただきました。いただきました。もう一回ぐらい。詰め切れな。詰めて。詰めて。ね、なかなか。宇宙をイメージしたそうですよ。宇宙をイメージしたの。宇宙っぽく。はあ。あ、スペーシーやわ。難しいな。最近の女の子を褒めるのは難しい。はい、はい、ね、みんなそんな1週間を送ってきたわけですけれども。はい、はい、さあ、相場の世界ではどういうことがあったのかっていうのをちょっとね、みんなで見ていきましょうよ、うん、はいはいはい、うん、で2月6日ですよね、今週あったのはここですけれども、うん、DJI 先生から一応行きましょうね。はい、まあ、いろいろ見ていくとね、これ50分ぐらい超えていくんやけど、まあ、しょうがないよね、うん、2月6日、はい、ここでですね、まあ、1回頭打ちして、うん、今2月7日で下がっていると、2月8日ですけどね、はい、今撮ってるのは。あ、アメリカのね、うん、アメリカ、うんうん、アメリカ時間なんで1日遅れていきますけれども、うん、2月6日にですね、一般教書演説ありました、うん、ということで、一般教書演説ご存知ですか？わかんないです。ご存知ではない。ないです。ええ、そうですか。ごめんなさい。あ、じゃあこのコーナーの時絶対くしゃみしてる気するんですけど。あ、そうなんや。何があるのね。まあ、ここも使うんですけど。使うんや。ね、うん、一応予算教書と大統領経済教書っていうのがありまして、うん、それと合わせて三大教書って言われてるんですよ。なんやろね、なんて言ったらいいの。アメリカの大統領はそういうやつね。そうそう、大前提が抜けてるんで、うん、主語がなかった。アメリカの大統領、昔からあなた主語、主語がない、うん、主語なんかいらんと思ってる。みんな通じ合ってると思ってる。そこだけ女の子っぽい。ずっと思ってたけど。何回も言ってるけど。だからね、主語ない人と喋るの俺もしんどいね。わかる。でも俺自分そんなんなんやろなと思ってしまう。でね、アメリカの大統領が、はい、まあ、出てきてですね、うん、議会に出てきて、はい、そのなんちゅうの、上院下院とかみんな集まって、でその前で演説できる場が用意されてるんですよね、うんうんうん、それが3回あって、はい、今回その3回のうちの1個、うんうん、一般教書演説っていうやつがあったということです。政治課題っていうものを演説していいっていうようなところなんですよ。はい、うんうん、で何がなんか、これ普段はですね、そこまでめちゃめちゃ注目されるものではないんですけれども、今回めっちゃ注目されてたのは、うん、政府機関がものすごい長いこと最長ですね、あの閉じられてましたよね。あ、はいはいはい、っていうので、まあ、その後にですね、2月15日以降にそのほんまにちゃんと再開されるんかどうかっていうのとか、まあ、それ自体がですね、こう世界経済とか金融とか未来を占うことになるので、うん、はい、とっても注目されてたっていうことですね。うんうんうん、まあ、一応前提を言うと、あの大統領がですね、メキシコとの国境に壁を建設する費用を予算に計上しようとしたのに対して民主党は反対して、結局2月15日まで
もうずっと政府機関閉じられてて、うんうん、みんなトイレとかも使われへんとか、はいはいはい、ゴミも回収されない、ね、そう動物園の職員とかも仕事ないとか、うん、閉じてあって、うん、給料もらえないですね、うん、っていうのでもうみんな大変なことになってたわけなんですけれども、うん、まあちょっとやめようっていうことで、はい、2月15日までは暫定予算を通してですね、うんうんうん、皆さんのお給料出すんで働いてくださいっていうことになったわけです、はいはいはい、閉鎖がどうなるか分からへんということですね、まあ、15日分までの予算しかもらえてないとか、ね、そうなんですよ、うん、そういうこと、うん、例えばその SEC とかね、うん、も閉じられてたっていうことですよ、証券委員会ね、そう証券委員会も閉じられてたんで、はい、ビットコインの ETF とかも、うん、そこで話し合われてたんで一回取り下げになったとかね、いろいろ影響は仮想通貨界にも出てたっていうことですね、はい、一応壁予算っていうのは、うん、大統領の緊急事態宣言っていうのがありますから、はい、できますから それで無理やり通すことも可能なんですよ、でもこれやるとですね民主党とかなり深刻な対立を残すということで、うん、これ懸念されてたんですね、はい、まずですね2月6日に何があったかというと、うん、ブルームバーグとかその他のニュースメディアから緊急事態宣言は避けられるっていう観測記事が出回ったらしいんです、はい、ほうほうほう、なんで与野党がで激しく対立するのはまあないだろうということで、うんうん、市場に安堵感が広がったんですね、はい、うん、でその時はドルは買われて、うん、まあ、上がったということです、ドル円でいうと、はいはいはい、で BTC も、はい、これねこれ2月5日まで6日もちょっと上げてますよね5日よりは、うんうんうん、っていうので底堅く推移してたわけですわ、はい、うん、でも演説直前一般教書演説って演説直前にいろいろその原稿が書き換えられるっていうことで有名なんですけれども、ああ、はいはいはい、うん、演説直前にですねホワイトハウスから演説の抜粋が公表されたんですね、おう、うん、どういう意図があるのかよく分かんないですけれども、うんうんうん、でここでですね民主党のペロシ下院議長っていう方がですね、はい、国境の壁のモラルに反しているって批判してたんですよね、うんうんうん、その人に対して反論している記事が抜粋されて公表された、はい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 、それが分かると下落したっていうことですね、はい、この BTC もこの下落はそれなんですよ、おって言われてます。 DJI もジョン・ダウ・ジョーンズさんもこれです、うん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 、これがその下げって言われてます、ね、はい、っていうことで他もですね、まあ、そういう下げにつられてというか、まあ、全体的に振るわないですね、そうですね、 SPX もまあ振るわないというか、まあ、同じ価格でまあ止まってるという感じですね、うん、うん、ナスダックなんか一応上げてるけども、まあ、どうなんっていう感じですね、はい、という感じです。とりあえずトランプ政権は壁建設に関して妥協するつもりがなさそうだっていうことが分かったということですね、なるほど、うん、で7日ですね、あ、この一般教書演説に関してもう一つすごい注目すべきニュースがあるんで僕はお伝えしておきたいんですけど、お願いしますよ。この、ね、一般教書演説にはですね、なんとですね、うん、11歳のトランプ君が招待されたんですよ。おー、マジですか11歳のトランプ君、でもね、というのもトランプ君っていう、ね、子がね、うん、大統領と同じ名前やから学校いじめられてると、うん、でそんなにびっくりするそんなことでお前トランプ壁作れや、小学生壁作れやみたいな、いじめられてるから特別に招待されて、うん、で最初まあ聞いたけど、うん、退屈やから寝たっていうその爆睡したシーンが世界に流れたっていう、ね、うん、あったかいニュース、あったかいかな、ほっこり、どうでもいい情報入れてくるなこれ結構話題になりました、話題だった、うん、LINE ニュースとかでも流れてますわ、うん、ね、トランプさんメラニア夫人の隣に座って、ね、爆睡してる口開けて爆睡してるっていうちょっとほっこりニュース今日用意したニュースこれだけ横の女の子、もっとちっちゃい女の子がいたんやけど、うん、ちゃんと起きとんの、あの子は誰かを僕は分からないけど女の子はやっぱしっかりしとんのな男の子アホやなって長かったんでしょうね、歴代3位の82分とか、ね、言ってました、まあクソ長かったんですよね、しかも意味分からんからね寝ちゃうやろってそりゃそうやねですね、はい、7日ですね、これ日足ですけれども、うん、DJI 先生の日足ですけれども、はい、この下げた日に、まあ、同じ下げた日なんですけれども、お大統領で言いました、うん、中国との通商協議の期限である3月1日、はい、一応そこまで喧嘩せんとこまで仲良くしようねって言ってたところです、うん、でも
そこまでに習近平国家主席と会談する計画はないって言い放ちました。おお、言いましたね、うんうん、で一応ベトナムでやるというニュースもありましたけどね、亡くなったみたいですね。亡くなったってことですね。で期限までに3月1日までにですね、うん、まあ、会わんかったらどうにも動かんやろということで、うん、期限までに合意できない可能性が懸念されて世界経済鈍化への警戒感が強まり株価失速ということですね。ほうほうほう、うん、なんでこれはなかなか跳ね返すに難しいんじゃないかなっていう風なファンダが出てきたなって感じですね。バック下げにはなってないんですけれども、うん、ここからですね、まあ、一応このダウンアップトレンドがガーって続いてきてますんで、はい、うん、ここをですね、まあ、下げていってもおかしくないような、切り下げていっておかしくないようなファンダメンタルという風に言えるんじゃないかなって思っちゃいましたね、はい、うん、このコーナーチャートじゃなくてもはやニュースの紹介コーナーってますけど、違うんですよ、今から言うんですよ今から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 、はい、ニュースも紹介するよそういうのも分かってないとやっぱり、まあまあまあそうですね、面白いからね、はい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 、で一応ですね、うん、このアメリカの株価っていうのはですね、うん、その欧州委員会ですね、 EU ですね、はい、だから貿易摩擦とか理由にその、うん、EU県内のですね主要経済国で景気減速が見込まれるとして、もうユーロ圏のですね、うん、この今年と来年の成長率見通しを引き下げたことを受けてですね、すでにもう、まあ、上からの上値圧力あったわけですね、うん、ああはい、うん、なんですけれどもさらにそれを加速させていってるという状態です、うん、ああなるほど、うん、だから上値はニュース的には重くなっていってるということが言えますね、はい、うん、でですね、ね、SPX に関してもこれ週足でこんな感じになってますけれども、日足とかに直しますとこうやって切り下げていってますね、思いっきり、うん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 、これはですね2700ドルっていうのはポイントね、ポイントS&P、 S&P、 うん、うん、そうはい、まあまあまあポイント、うん、2700ポイントね、2700ポイントね、うん、あ、すいません、2700ポイントねを割り込んでいったわけですね、うん、でここがですね、ああそこ、はいはい、うん、投資家にとってはかなり大きな節目とされてきたところで、うん、でこれがですね一応これ2時間足とかですけれども、ガガガッと売りを読んだというふうに言われてます、うんうんうん、はい、でからそこからまた立ち上がっていってますけどね、うん、うん、はい、でもうこれめんどくさいから飛ばそう、え大事なとこや、次ですね、うん、まあ、アルファベットとかもう企業決算の話をしようかと思ったんですけれども、うん、ちょっとめんどくさいな、まあ、みんな大体良かったってことですざっくりね、アルファベットは Google ね、 Google ね、農薬会社、そうです、 Facebook も良かったし、おうおう、うん、良かった良かった良かったよ、うん、みんな Amazon も、 Amazon も良かったわけですよ、 Amazon も良かった、 Apple はアップルはちょっと良くなかったね、あ、まあ、やっぱ iPhone が、ね、iPhone が伸び悩んだっていうことですね、うんうん、なんで Facebook 業績いいかがもういまいち分からないですけど、業績いいんですよあ、 Facebook は Facebook だけじゃないからね、あ、まあまあまあ、うん、インスタグラムもありますけど、インスタあり WhatsApp ありなんで、うん、他もまあなんかいろいろキラーコンテンツあるんでしょう、僕は知らないけどさFacebook も一応は、うん、そのネットがもう入っていくような国であれば、まあ、パンパンにユーザーは増やしてるでしょうから、うん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 、なかなか広告収入とかもええんじゃないですか、いいですかね、うん、なるほど、だって最終利益がですね Facebook なんか 61.2% 増ですよ、へ、うん、$68,820,000すごい慎重に数字を見上げてるの、まあ最終利益ですよ、7000億ドル、億円ってことですね、ええ、約ね、ごっついですよ、うん、うん、新興国を中心にした SNS 利用者の増加で好調な業績を維持ということです、うん、すごいよねはい、というわけでね、うん、次次にニュースだけ言っていこうか、え、コーナー変わってる、あれ違うかったっけ、うん、じゃあちょっと戻りまして、奈良口さんの決算はどうやったんですか、決算とかまだまだまだもう決算じゃない、何を言ってるんだ公表してくださいよなんでこういう人アホか前年比何パーセント
ええ、僕はドルでいいか、ドルでいいか、ね、ドルでいいか、ペソとかですダウですけれども、うんうん、ね、どうやろな、まあチャート的に見るとですね、はい、頭打つでしょっていう感じですね、うんうんうん、ここまでずっと、まあ、上げてきてるけどね、このアップトレンドの時は、はい、あの大した押し目も作らずさ、うん、上げてきてるけど、最近はやっぱりこの 上上下に幅触れること多かったんで、はい、うん、こういう風に割とこんな風に分かりやすいパターンとは言えないですけれども、うんうん、ギザギザっと作ってこう一回押し目作るような感じで下げていっていいんじゃないかなと思っちゃいますね。はい。うん。はい。だってなんか具体的じゃないもん。具体的じゃないよね。ギザギザで下げていっていいんじゃないかなと思います。うん、そんな具体的なコーナーやったっけな。いや別にそうではないですけど。はいはいはい、わかりました。うん、じゃあもうここら辺やっときますよ。ここら辺とかですね。ダウとかのダウとかでトレードしてる人おるんかな。ああ先物とかやってる人じゃないですか。先物でじゃあ先物。あ日本人はまあ当然少ないでしょうけどね。うんそうだね。うん。でも日経やったらいいのか。日経やろうか。うん。まあこんな感じで、水平ラインは引けるということですね。でこれ、ギザギザで下がっていくってことね。ギザギザで下げていくんで一応ここの移動平均線。100本かな200だ、うん、200を上回ってきてますけれどもそれにサポートされたような形になってますんでこことの絡みを見てですねでも100日青 100? この上ですか青の移動平均線100と200 100と200かほぼ何年かぶりに絡んでる感じじゃないですかそうですねいやあじゃあここ絡んでるのか日足ですからねこれ100日なんで、うんうん、でも割ってはいないですよね割ってはいない割ってないかうんおなんか 割ってるか最近割ってるからああこれね100うん、うん、そうですねデッドクロスしてますね200日の平均を100日の平均で見た時にこう割ってるってことはかなり弱くなってるってことですからねうん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 そうですねうん、うん、打っていいとこですねそうですねこれでサポートされればまあチャート見てからね、まだ分かんないけど、うん、割れていけば戻りで打っていってもいいところですね、うんうんうん、日経見ておきましょうかはいまあ、つられて落ちてるような感じはしますね。うんうんうん。三日足？これね、三日足ですね。うん。日足にしておきましょう。はい。うん。こんな感じです。さあ、どうですか？そうだね。これも25、これ25と思うんですよね。25だ。うん、25に頭を抑えられているっていう状態です。はいはいうんうん、かなりだから DJI とかよりは全然弱いなっていう感じがしますねうん、うんうん、日経だけを特に見るんなら一回落ちていってもおかしくはないとは思います同じように、はいはいうんまあ、このチャートの、まあ、情報だけで言うならですけれども、うんうん、25の移動平均線の絡みを見て、打っていくというような感じになっていくのかなと思いますね。そうですね。まあ売りの目線ですね。そうですね。そうですね。ここからダウントレンドが一応続いているというふうにも言えますし。うん、よし、為替いきましょう。はい。うん。米ドルです。米ドルじゃあ。ドル円です。ドル円。とりあえず急にお疲れが来てます。どうしたんですか。ほんまやね、覇気がなくなってるね完全にすいませんちょっとダラッとしていいコーナーやって思っちゃったらほんまにダラッとしてセルフイメージ大事やね、まあ、ダラッとしてもいいけどせめて YouTuber としての最低限のテンション今ただの連れに話すテンションやせやろみたいな今ですねドル円ですけれどもやっぱりねあの米中貿易摩擦に対する懸念が再燃してですね、うん、さっき言ったでドルは安全資産とされる 円が買われたってことですね、はい、でこの、まあ、ちょっとした下げにつながったって言われてますけれども、うん、まあうーんそうだね上に持っていくだけのパワーがなかったんだよね結局は、はいうん、だからまたこの下げのね、トレンドラインに乗ってくると思うんで、うんはい、乗ってきてこの絡みを見てもまだ意識されてリバウンドして跳ねて戻っていくんなら、
おしめで買えるっていうような風に考えてもいいと思いますね。その時に25日の移動平均線にぶち当たっていく、でサポートされるっていう風に想定シナリオを立てて買っていくのはありかなと思います。もちろん割れていったらロスカットでそこから打っていったらいいかなと思いますね。で、あ、これも別にその時に恨んでも戻り売り待って、絡み見てちゃんと次はレジスタンスをし機能してるって思ったら打っていったら、このもうほとんど先っちょになってるんで、もしかしてどっちかにねこっちでブレイクしていく時の上からを取れるかもしれないんで、まあ、なかなか美味しいんじゃないかなというふうには思いますという感じですね、はい、全然ちゃうなさっきとでですね、次ユーロドル、ユーロドルも見ときましょうということですね。ユーロドルもダダダッと下がっていってます。これ長いラインで持ち合いを引いてましたけれども、こういうラインですね、結構長いですよ。2017年から引いてますからね、この下降の上昇のトレンドラインもね。ほうほう、まあ、2回ぐらいしか当たってないですけれども、ここでは細かくちょん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 と当たってサポートされてますね、これはもっと長いです。もう10年スパンぐらいで引いてるやつですわ、ぐらいの下降のトレンドラインっていうのが引けてますけれども、ニューヨーク外為市場でドルが対ユーロで上昇しました。これですね。でユーロ圏の成長見通しの悪化をが巡って不安が強まっているということです。で下げていったってことですね、はい、ユーロドルとしては下げていったってことですね、でイギリスの EU 離脱期限が3月29日から5月24日まで8週間延長されるなんか案がね、密かに協議されていると。はい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 、ね、誰が言い出したか誰が報じたか分かんないですけども言われてます、密かじゃないんですけどね、もうこんだけ言われてたらね。いや前もそうですよ、前も延長したという案を否決されたんですか。ああなるほどなるほど、まだまだ新しい話でしょう。なるほどね、でこれ事実であればですね、時間稼ぎに過ぎないといえども強引な切り出すの可能性がちょっと減るので、まあまあユーロにとってプラスポイントになるということですね、だからその場合はユーロ強くなるんでさらに下げていくっていうことになりますけれども、ファンダ的に見てね、はいはいはい、でも今のところはこの一応ね上昇のトレンドラインが効いてるような感じはするんで、こっから、まあ、これ以上で下げていかずに次陽線が出るような感じでサポートされればですね、押し目買いという形になれるんで買っていってもいいんじゃないかなと思います。ただのすぐにですね、なんかこうここの上にどんどん抜けていくようなことはなくて、おそらく、今このレンジ内で動いてるっていうふうにも見えますんで、はい、まあ、細かい幅で動くんじゃないかなと思いますね。この上まで一気にぶち抜いていくとは考えずにですね、こういうふうに、まあ、行くとしてももう一回この上昇のトレンドラインに近くなってくると、乗ってくるっていうふうにも考えて、まあ、長期で持つ、長期というかね、中期ぐらいで持つんならええんちゃうかなと思いますね。なるほど。ここでサポートされてももう上昇にはなってるんで、という感じで考えております、はい。まあ、ちなみに EU のトップの人は合意なき離脱するなんてバカじゃないみたいなことを言いましたからね。ああそうですか、ね、バカじゃないって、クレヨンしんちゃんみたいなクレヨンしんちゃんそんなんじゃないけどそんなニュアンスのことを言ってました。なるほどね、まあ、でもバカじゃないですよね本当にやってることがねまあ、でこんだけ世界を揺るがすようなことかっていうねふうには思いますけどね、同じように欧州委員会ですね、ユーロの今年と 来年の成長見通し引き下げました。ほう、で、まあ、これもあの貿易摩擦とか公的債務の拡大ということですね、で景気減速が見込まれるということです、はい、ユーロ圏内のですね、で12月のドイツの工業生産指数、はい、っていうのが予想外に低かったっていうこと、はいはい、結局はつまりはユーロが弱くなってるんですよなんであの名探偵コナンのもう心みたいなスタイルで眠りの心みたいなスタイルなんで犯人が分かったんですよいやもう迷ってる方の探偵ですよ名探偵迷ってる名探偵七不思議ですよユーロが弱くなってる弱含みですね、はいはい、どっ
ちが弱いっつってもうどっちも弱いんでドルもユーロも。だからどっちに触れるかっていうのがちょっと分かんないですね。まあ、アメリカも問題だしユーロの問題いっぱいあるし、ね、問題があるし、まあ、さっき言ったようなそのドイツのね、うん、鉱工業ってアイスはその鉱鉄の 鉱石とかの鉱はい、の、 その生産指数がね、うん、4ヶ月連続で低下してるんですよね。お、はいはいはい、で四半期 の、 その第3四半期、うん、去年のね、うん、と第4四半期、うん、去年の半分ですよね、その GDP がマイナス成長になってるんですね、ドイツって。だから景気後退に突入した可能性が高まったって言われてます、ドイツは。うん、そうですね、ドイツってもうそのすごく重要な EU にとって重要な位置占めてる、その大きな国ですから EU の中では、まあ、EU の経済圏で言ったらもうエースですもんね。エースですね。だからユーロがこのままぶっ潰れていけば、うん、ドルの方が強くなれば上がっていくわけですし、うん、でもドル、なんかアメリカもちょっと大変ですし、まあ、政府はどうなのかね。そうやね、だからファンダはあんま考えない方がいい聞くなファンダはいや、あんたが勝手に言い出したチャートの声に耳を傾けていきましょうという感じですね。となるとさっきのような戦略でいいんじゃないかなと思います。なるほど、はい、長いロングランを取れるかもしれないし、ここから跳ねていくのはね、上のこの持ち合いのところまでは取れていけるかもしれないよっていうぐらいのことが言えると思うんで、はい、いいと思いますよ、はい、世界で一番使われてる市場やのに、うん、うん、いいの、うん、ファンダなんか無視して、いや無視したらあかんよだから言うてるんや、ちゃんと言うてるんやんか、はい、もう34分経ってる他の通貨もやりたかったんですけども、うん、ちょっとやめときましょう、はい、今日はね、うん、こうね、はい、一応見とくね、はい、どっちやね、うん、ユーロ円、ユーロ円な、ポンド、ユーロ円ね、これあポンド、ポンドル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 だ。あーそうやな、選手を言って的中とかやりたかったけど、もういいです、うん、あのここ水平線引いてで下がっていってるんで、うん、ここからどうなるかはちょっと分かんないけども、まあ、的中、的中、あの下までまあ下のねこのラインまで、うん、あのレンジの中で動くんじゃないっていう、これでいいんじゃないこういうとこ狙っていくんじゃないっていう感じですね、はい、まあ、どっちかにブレイクしていくとはあんまり考えてません今のとこは、はい、次これはユーロ円、ユーロ円、ユーロ円ね、ユーロ円も下に向かってきてますわ、うん、でここにとね、日足の雲に一応支えられてるような感じにも見えるんですけれども、うん、まあ雲なんか入っていくんじゃないかなというふうに思ってますね、はい、うんうんうん、だって円の方が強いやん絶対。いや、まあそんなんこう言い始めたらなんか気持ち悪くなっちゃうからファンだよりの考え方になっちゃうから、はいはいはい、まあ、でも僕はそういう風な想定で、まあ、一応ちょっと混ざっちゃうねやっぱり、うん、まあまあまあもちろんね、うんうん、でこっちの、まあ、ここに当たったらですね、うん、あの押し目買い狙っていけるかなっていう、いいトレードのエントリーのポイントにはなるかなというふうには考えてますっていう感じですね。もちろんその下に損切れてね、まあ、そうですもちろん、はいはい、うん、まあ、言うたらここで入れるっていう話ですからね、うんうん、なんか最高じゃないですか、はい、こういうところで、うん、パーンと割って、はい、でそこから跳ね返るを狙えるっていうポイントになってくると思うので、うん、ここで入るのは優位性が高いかなというふうには思います、まあ、そこ接触するときに陽線やったら直りですね。そうですね、うん、陰線やったら結構怖いかも、うん、そうだね、陽線で